皆さん、今日は僕のためにお集まりいただき誠にありがとうございます。ね、なんでこんな夜なん？そうで寒いよ、もうあいーん、もっと寒くなってきたわ。凍ってきたって。今回は、僕が依頼を受けました。皆さん珍しいね。何の依頼なの？はい、ガチャガチャうるさいのでホムラが依頼受けろと。だってお前何も受けねえだろいつも。うん、うんじゃねえ。だからうるせえんだよ、ガミガミ言ってんだよ。今回はですね、なんとコラボです。何のコラボ？どういうこと？誰がいんの？実は僕のお友達にですね、オカルト研究部に所属してる方がいまして、その部活とのコラボです。あー、人じゃなくてね。ややこしいな。うんうん、実況者とコラボするのかと思ったわ。何言ってんだお前。なんでわかんねえんだよ。ほら皆さん来て、あそこらもう待ってるじゃん。あ、ほんとだ、あの人。うん、あれコラボ相手？コラボ相手じゃないの。何相手なの？お前がコラボするって言ったんだから。部員さんだか部長さんだから、あの人。ああ、部長とコラボすんの？うん、オカルト研究部の部長とコラボです。仲いいんだ。こんにちは。こんにちは。やっと来たか、遅いぞ。もたもたしてると夜が明けちまうじゃないか。この学校の七不思議を解明して、我がオカルト研究会を部として認めてもらう計画が台無しになっちまう。ほらね、オカルト研究部でしょ。あー、じゃあこの人たちと今回は依頼を進めていくんだ。そう、手伝ってくれって言われたから。まだ部活になってないって言ってるけどね。さあ、俺らが今日はオカルト研究部に仮入部です。なるほど。人数が足りないから名前だけ載せてる。だからまだ部活じゃねえんだ。そう、君たち10分前に集合してもらえないと予定は狂っちまうよ。ここは目立つし先に入ってよ。よし、行くぞ。こんな時間なのに目立つって別に人見る必要あんの？あ、勝手に入ったら怒られちゃうんじゃない？なあなあ、ホムラおし行きたいん？いや、お前も震えてるって。俺は漏らしてるから。漏らしてんの？うん、だって今日学校の七不思議を調査するから。あ、そうなの？うん。怖いって。七不思議か、やだな。だからこの時間なんだよ、ほら見て。ねえ、もうやばいって。ほら、もう月もなんかすっごい怖い色してる。いいから早く。部長！こいつ結局部長なんかい？おい、二宮金次郎の像がないぞ。七不思議の一つに、夜になると校内を徘徊する金次郎像ってのがある。これは幸先がいいぞ。何その像？こんな像があるの？この学校に。あるよね、二宮金次郎像みたいな。金次郎ね。まあでも工事中かなんかじゃないの？ビビってんのか？ビビってねえよ、別に。さあ、早く行こうぜ。ワクワクしてきた。待って、部長さん！行きましょう！どんどん進むやん、こいつ。早く来いって！七不思議調べろよ！学校の！いや、もう、怖いよ。うわ！お邪魔します。こんにちは。うわ、怖いな、ほんとに夜の学校。なんで扉が開いてるんだ？校門は閉まっていたから、あいつらではないはずだし。もしかして金次郎じゃないのそれ。面白くなってきたじゃないか。さあ入ろうぜ。いいの？勝手に入っちゃって。早く行こうぜ。待って。外来て、中いる。何？なんか見てるってほら。え？やばい。うわ、ねえ、サンド絶対声めた方がいい。サンド。おい、サンドなんかいるって。吹いてる場合じゃねえ、バカ。お前何やってんだよ。何見てるんだよ。何やってんだよ。何？お前こっち来いって。こっち。なんかいたって。そんなにいるって。いいから早く。部長さん、よくない。学校の中行きましょう。少佐ないよ、行かなくていいって。今ヤバいやついたって。うるせえな。うるせえなじゃねえよ、聞けよ。待って。ビクちゃん、何？背高。あ、のっぽ先輩だ。のっぽ先輩、身長高いな、名前の通り。ホムラの5倍ぐらいあるね。いや、そんなねえよ。先に空いてたのですね。遅くなりました。まだ？そういえば、もう、は見てませんね。彼のことですから、遅刻が迷子でしょう。私は撮影していますので、気にせず進めてください。わかりやした。何をごちゃごちゃ話してるんだ。早く始めようぜ。俺はここで準備してるから、まずは職員室で鍵を取ってきてくれ。わかった。みんなで行こうよ。怖いよ、仲いいの。そうだ、なんかいたんだって、サンドさっき。ええから。待って。何？ねえ、何？やばいってあれ。ほら、奥。何が？もう無理、もう無理。手だよ、手形だよ。まあ、模様じゃない？いやいや、模様じゃないって。奥にもなんかあるじゃん。ほら、もうなんでスルーできんの？職員室あったよ。ねえ、奥にも人がいるじゃん。お邪魔します。入れないな。ほんとだ、なんかいる。ねえ、おいって。ほら、奥に人いるじゃん。ねえ、どこに行くんだったっけ？なんでお前、見えないの？恐怖を感じないからだろ、サンドは。
もうええから早く進めよって。あ、ねえサンド、こっち空いてんじゃん、こっち。あ、そっちか。あ、ティーチャーズルームって書いてある。何が空いた教室じゃない、さっき。こんにちは。なんもいないじゃん。ねえ、ほんとだ、ここにいたのに。なんもええやんけ。え、待って、こっちの隣だ、隣にいるんだ。あ、隣か。とりあえずこの職員室で鍵探そうよ。うん、探そう。ここじゃない鍵。勝手に荒らしていいのかな。いや、取りに行こうっちゅう話なんだから。ここに入ってると思うよ。サンド、鍵あったよ。あ、鍵あった。うん、普通教室の鍵だって。普通教室って何？どこにあったの鍵？ここにあった。どこ普通教室？これを探しに行かないと分かんないからさ、学校の、まあ、とりあえず一回戻ればいいんじゃない？鍵ゲットしたし。あ、そういえば地図あったよ、地図。ねえ、ほら。おお、こんにちは。こいつか。何か言いたそうだが喋れないようだ。敵意はないように見える。図工室に行けばスケッチブックがあるかもしれない。取ってきて渡してみよう。図工室？え、これ人じゃないの？いや、これ絶対さっきの金次郎の像だよ。あー、ねえ、お前今やっと気づいたんかよ、お前。え、人じゃないのあれ？だからあれだよ、学校の七不思議の二宮金次郎だって。銅像じゃん。てか青像じゃん。金じゃないじゃん、色。いや、別に金次郎って名前なだけでしょ。あ、金の像じゃないの？金の像じゃねえよ。なんた高く売れると思ったのに。ダメだよ、売ろうとしたら。いい、動いてますよ。のっぽ先輩。のっぽ先輩、マジビビってんじゃん。やっぱ身長高いっすね、のっぽ先輩。あ、そこなんだ。図工室とりあえず探す。図工室行こう。え、待って待って、ちょっと怖いよ。みんな何でそんなグイグイ行くの？だってこれ今回依頼ですからっていつも言いますよね、あなたは。ええ、早く行ってください。俺はサボる役なんだもん。お前行けよ早く。じゃあもうついてこいよ、お前ら絶対。分かった。ついてこいよ。分かったって。止まんなよ。分かったって。よし、行くぞ。来てる、ついてきてる。うん。ついてきてるよ。全然いねえじゃねえか、お前らどこ行ったんだよ、おい。ねえ。おお、びっくりした。びっくりした、お前。だからその浮くやつは何？今休憩してた。休憩すんな。あれ、おならで浮いてるんだよね。汚っ、草。あ、図工室あった。ナイス。ほら、あったか。あったかじゃねえよ、お前ビビってんじゃねえか。ビビってねえよ。ビってねえ。ほら、サンド、ほら、これ。スケッチブック。あったね。これか。何？俺らに足りないものだよ、これ。なんて読むの、これ。絆だよ。まあ、俺らに足りないものだよ。要は。あ、お金ってこと？ちげえよ。あ、違う。足りねえじゃねえか、お金も。金も足りないけど、まあ、ずっとモジモジしてんな。ずっとションベンしたいんか。違う。ねえ、汚い。うわ、もう最悪なんだけど。マジでやめて、それ。あー、信頼できない。そんなんじゃ絆生まれないよ。あー、何？燃えてるよ、火事。お、びっくりした。燃えてる。お、人玉のかけら？人玉って何？これだから亡くなった後の魂みたいなもんだよ。それ絆？いや、絆じゃない。あ、違うんだ。怖っ。そう、お前何も知らねえの逆に怖えな。お前そんなもん集めてんの？それ趣味？いや、違うよ。人の魂集め、お前だから動物殴ってたんか。うるさいな。動物、小動物、お前あやめて魂集めとったんか。後ろ。なに？さあ、早く下行こう。ケンジのとこ行く、ケンジのとこ。あれ、なに？下半身。足しかない、足しか。怖い。ああ、逃げろ。ねえ、あれ、なに？死なない。死なないよ。ちょっと、スケッチブック渡すよ、もう。ノボさんいなくなっちゃった。あれ、ほんとだ。まあいいや、とりあえずスケッチブック、はい。お、早く学校から出るよう警告したかったのですが、遅かったようですね。もう、門は閉ざされ、出ることはできません。我々のような、異界の間では、ここは狭間の世界と呼ばれています。12年に一度あの世とこの世の境目が曖昧になる赤い月の夜が訪れます。この地は干渉を受けやすく、あの世に近づいてしまうため外界と隔絶されてしまうのです。このままとどまれば魂はあの世に引きずり込まれ二度と戻ることはできないでしょう。できるだけ早く七不思議と遭遇した証を私の元に持ってきてください。そうすればあなた方を返してあげることができるでしょう。ギャー、うびっくりした、うるさいな。助けろ。いや、もうやだよ。何の証、七不思議の証だっけ。でも開いてないっつったよ。あ、のっぽ先輩、のっぽ先輩いた。うわのっぽ先輩、肛門が開かなくなっているようですよ。不思議ですね。これも七不思議でしょうか。ここにいても仕方がないので私も調査を進めていきますね。お互い頑張りましょう。のっぽ先輩、ねえ、じゃあ調査しないといけないってこと？待って、まだいる。ねえ、怖いって。あいつ行きたくない、あそこ。何、俺だからあそこにいるじゃん、左側。あー、ただこだ。いや、お前見てなかったんだ。足だ。でもさっきこない、逃げてる。あ、待って、こいつの下半身なんちゃう。入りたがってるんじゃない、中に。誘導してあげた方がいいのかな。いや、無視。
無視なんだ。まあ、とりあえず普通教室さ探さない？持ってるし鍵。どこ普通教室？普通教室？何？うめき声が聞こえるって。何のうめき声？やだ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 。うわ、こわ、廊下。うわうわうわ、サンド、ちょっと行き過ぎだって。一人で待ってって。まあ、すっごいな。誰だよマジ、この入れ受けたの。お前だよ。え、ねえ、この教室やばくない？ほら、見て。え、逆さまになってる？うん。すごい。鳥居歩くない？あ、なんか女の子がいる。怖いって、もう。なんだ、2階なの？ね、普通教室ってここら辺入れないの？わかんない。あれ、なんか2階から電話の音しない？マジ、行ってみる？あ、トイレあるよ。待って、やばいやばい、なにこれ。目ん玉だ、でっか。あー、助けろ。怖い、怖い。いやー、なんでそっち行くんだよ、おい。あ、待って、人いる。え、本当だ。なんで人がいんの？こんにちは。あ、もうじゃん。誰、知り合い？うん、もう。誰だよ、もうって。いや、もうだよ、こいつが。あ、いたいた。置いてくなんてひどいよ、ずっと探したんだから。いつ来たの？うん、あちこち探してうろうろしたからちょっとわかんないよ。他のみんながどこにいるからだよね。なら変だ。それよりさ、どっからか変な音が聞こえる、ない？うん、この近くに気がするんだけど、ほら、聞こえる、電話の音。電話の音があって。すっごいな、こいつの喋り方。え、こっちじゃない？ん？ほら、この教室電話あるよ。まあ、いや、もうとりあえず行こう。開かないし、そこ。おい、サンド、お前先行くなって、どんどん。サンド、待ってよ。みんな置いてかないでよ。おい、サンド。まあ、どこ行ったの？やばい。何？何？女子トイレ。やばい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 。ねえ、あの、行ってきてよ。あれ絶対花子さんじゃない？女の子のトイレ好きでしょ、サンド。トイレのドアをノックする、呼びかける。絶対花子さんで、それやばいって。ドアをじゃあ3回ノックしてみる。中から？外からじゃないの？あ、呼びかける。花子さんでどうやって呼び出すんだっけ。で、3回ノックして、花子さん、花子さん、おいでくださいじゃない？普段からホムラやってるから詳しいな。やってねえよ。ノックする、3回ノックね。あ、で、呼びかけるかな。出てきてください、いらっしゃいますか、入ります、入りますでいい？いや、ダメだろ。おいでください、出てきてくださいでいいよ。出てきてください。次は開ける。ね、開かないよ。なんで？ホムラくんやってよ。俺がやん。はい、トイレのドアをノックする、3回ノック、呼びかける、いらっしゃいますか、開ける。うわっ、あっ、あっ、あっ、ねえ、ねえ、ホムラくん、何やってんの？ホムラくんがトイレ壊した。壊してないよ。わーりんじゃわーりんじゃ、先生に言ってやろう。なんか出てきたよ。あ、もうもいるじゃん。もうお前、普段ホムラこんなところで遊んでんのか。遊んでねえよ。あれ、君も来たの？出てきたの？うん、みんなを探したらいつの間にかここにいたんだ。あの子が帰れないって言うから、どうしようか考えてるんだ。一緒に帰る方を探そうよ。だって、こんにちは。これ絶対花子さんじゃん。なんか可愛いけど。いらっしゃい、私花子っていうの。よろしくね。ねえ、一緒に遊びましょう。いいでしょ。やだ、どこの馬の骨かもわかんねえガキと一緒に遊ぶわけねえだろ。そうだよ、帰る帰る。ダメよ、せっかく来たんだから。遊んでくれないと返さない。ずっと一人だからつまらないの。お花を育てるのにも飽きちゃってきたの。前に来た人はお人形みたいに動かなくなっちゃったから、お花たちにあげちゃった。なんか怖いこと言ってるよ。ほんとだ。サンドは？は？でも意外と住みやすそうだな、ここ。トイレの世界ってことでしょ。どこに行ってるん？お前、上に乗ってんじゃねえよ。ほら、意外と快適かも。帰れなくなっちゃうよ。降りてきてって。またなんか言ってるよ。私、今ね、脱出ゲームにハマってるの。自分で作ってみたから謎解きしてみて。私は眺めてるから楽しませてね。最後まで解かないと絶対に返さないから。だって、どうする、謎解きしろって言ってるよ。ねえ、おい、なんだ。お、びっくりした。これじゃない、謎解き。これ4つの鳥？なんだ？お、ええ、びっくりした。回転できる。ほんとだ。なんだ？他のとこ場所も見てみる。てか、サンドもいないし。ねえ、手伝えって、お前。手伝ってるよ。どこ行ったの、サンド。やばい、スキュートイレいる、ホムラックスキュートイレ。ほら、キモいって。は？快適やねん、意外と。いや、全然快適じゃねえって。お前、遊んでんじゃねえよ。ほら、お風呂みたいに疲れるやん。切断できそうだ。行け、ホムラ、チョップだ。チョップで壊せねえよ、こんなん。とりあえずできそうなやつからやってこ。そうだね、何もないや。四角、丸、あ、変えれるんだ。サイコロのマス目みたいな。あ、ここにあるわ。ここも変えれる。あ、こっちも変えれんの？ほら。どういうこと？ 1,2,3,1,2,3。 わからん。あ、すごい、ここも変えれる。わかんなすぎでしょ、これ。あ、上にもなんかあるよ。スタが絡まっている。
行け、ホムラ、火を吹くだ。吹けねえよ。あ、ねえ、あっちの奥もなんかあるぞ。あ、待って。ん？CAT じゃない？ほら、ねえ、上から見たらさ、キャットだ、キャット。真ん中を A にすれば。あ、来た！わー！すごい！何これ？何入ってる？トイレの水洗レバー。あ、それあっちで使えてたよ。はい、俺のおかげー、今の。うん、すごいすごい。えいや、うわー！水出すぎ。待って待って、下下下、なんか流れていってる。あ、本当だ、鍵だ。これ取れるんじゃない？取れた、小さな鍵。どこかで使えそうだ。何使うの？お前なあ、まあ、またリラックスしても何しとんねん。いや、使ってんねん、トイレに。浸かるな、汚ねえな。これは違うわ、多分切断するやつだから。あ、これちゃう？ほら、ほんとだ、さっきのさ、十字の机に あ、そうだ、そうだよね。だ、俺やるからさ、ホムラ読んで。あ、読めばいい。うん、どっから言えばいい？ね、醸造台の方から。醸造台がどこにあんの？ホムラくんから見て、右手前にある。じゃあそこは四角。どっちが？え、正面。どっち見て正面？こっちなのかこっちなのか。そこ3度手前側、そこそこ四角。四角？はい。で、時計回りして。時計回りってどっち？なんでわかんねえんだよお前。こっちか、こっちか。はい。がダイヤ。はい。で、丸。丸。三角。おー！なんだ？あ、鍵だ！あ、これさ、ここの鍵ちゃう？最初にあったよね。ほら、二つ穴あるから。ほんとだ、刺してみようじゃん。はい、開くんちゃう？うわー、開いた！何出た？何が入ってる？あ、ナタだ。ナタ？これで切るんだよ、だから。女の子？切んねえよ、女の子は。切んねえよ。あ、俺らの関係を？もう切れるなら切りたいね。え？はい、切るよ。早く切れよ。切れない？じゃあ上のツタじゃない？あ、ツタの方かも。これ切れないわ、ナタじゃ。切れるって、頑張りゃ。頑張れよ。いや、頑張っても切れなかったんで今。こっちだったら切れるんじゃない？あ、ほら切れた。おー、ナイス。あ、また動かせる。これこれは何の数字だ？え、ねえ、もしかしてこれさ、ここら辺にあるやつ全部数えるとかじゃないの？もっと簡単なやつじゃない？さすがに。ねえ、この下の羊毛関係あるんちゃう？あ、確かに。確かにありそうだよね。水色。水色？水色の羊毛の数とかさ、数えてきて。あるかな。ねえねえねえ、何？分かった？一個分かったやつあるかも。ロウソクのやつとさ、多分あのサイコロのやつ同じだわ。本当に？これなんかさ、ここの形がさ、白のロウソク一個だと四角なのけど、白の二個のやつだと丸っぽいんだよね、このフレームの形が。え、じゃあサンド、そのさ、サンドがさっき言ったところ分かるんじゃない？ちょっと言うからさ、変えてって。ちょっと待ってね、今当てずっぽうでやってるから。もういいって、もう終わってんだから。意味ないんだから。サンド、ホムラ君の聞いてやって。いくよ。うん、白からお願い。白一四角。はいはい、四角。白二が丸。うん、白3が四角。はい、そのまんまでいいんじゃない？で、赤1が四角。はい。で、赤2が三角。あ、揃った。やったー、クリア。サンド、横横、なんか出てきたよ。これなんだ？何出た？ヒントが現れたようだ。だって待って、この色ってさ、これとあるじゃない？あ、あるあるある、それあるわ。で、何のヒントそれ？あ、わかりました。わかんない。これあれだわ。え、わかったの？この、こいつの向きでしょ。え、どういうこと？だから、そこのさ、羊毛の順番教えてよ。で、向きがあったじゃん。はいはいはい、ちょ、サンドも上にいて、ロウソクのさ、向き教えてくんない？で、ユンちゃん一番下から言ってって。うん。サンド、ロウソクの子まで行ったら教えて。行ったよ。まず一番下、紫色。どっち？あっち。あっち、あっちね。あっち。はいはいはい、オッケー。いいよ。はい、次、茶色。茶色は？あっち。あっちね。あっちじゃわかんない。いや、わかる、わかる。見えるからわかる。いいよ、次。はい。次は緑色。あっち。あっちね。で、最後黒。あっち。あ、行きました。で、あと何かあった？ヒント。チェーンカッターだ。あ、これで切れるんじゃん。来た来た来た。よしよしよし、わかったわかった。え、こんな謎解きもわかんなかったの？さっきこの前いた人。バカだな。めちゃめちゃ言うじゃん。うわ、びっくりした。うわ。あ、これ花の数だ。あ、一番上のやつじゃない？そうだそうだ。ちょっと青白黄色だね。いや待って、こっち側にも反対側にもあるから。こっちやるよ。オッケー。じゃあ青から言う。青、こっち3個ある。こっちは5個ある。じゃあ3度8、青8、水色8ね。はい。で、黄色がこっち2。ユンちゃんは？こっちは黄色は3。じゃあ5、黄色5。はい。で、白こっち5。こっちは白は2だね。じゃあ7。きたー。当てずっぽでもいけたな。でもこの感じだと。いや、なんなんだよ。七不思議の証だって。やった、それ必要だったんだよ。おい、クソガキ。おい、クソガキとか言うんじゃない。おい、いるかこれ。早く渡しなよ。全部解いちゃったの？すごい、ちょっと簡単すぎたわね。
いいわ。寂しいけど元の場所に返してあげる。お、返してくれるって。お前何もしなかったな、もう。あ、待って、ほら上行けるんじゃないこれで。あ、本当や、はしごのてっぺん。こっちだったのか帰り道。そういうことか、よかった、無事帰れるよこれで。よかった。あ、戻ってきた。あー、開いてる。よかった。もう誰だよ、女子トイレ入ったの。ふざけんな。お前だよ最初に入ったの。ねえ、ちょっとこっち屋上あるから上行ってみようよ。屋上とかなんか怖そうだよ。一番人玉発見しました。早いねやっぱ。ナイス。これ人玉のかけらだからさ、あの弱ってるやつにあげるとかじゃないの、かけら10個集めたら。あ、そういうことか。で元気づけるんだ。え、あの黄色い子は誰。なになに、怖っ。何してんのお前。ゴロゴロ、うん、何言ってんの。わかんない、なんかゴロゴロ言ってるけど。ここで遊ぶと危ないよ。なんか忠告されてる。え、え、え、何、助けろ。うわ、もうまたどこ行くんだよ。え、どこ、ここなんだここ。おー、わけわかんないとこ来たって。ギャー、危ない危ない危ない。雷撃ってるよ。あ、これ雷避けながら行かなきゃいけないのかな。あ、え、なんかガキがでかくなったよ。あれも七不思議のなんかの一つ。飛来神を組み立てる。飛来神を組み立てるって何。どうやって。なんかパーツがあるのかな。こっち行けない行けない。ちょ、みんな探して。分かった。ここ雨宿りできそう。おい、え、休んでる場合じゃねえ。危ない。痛い痛い痛い。ママ。ほらもう、ママじゃないよ。遊んでるからだよお前。ママ。え、なんで今の。これちゃう。あ、お、部品拾った。今のだ。あ、ホムル。ホムル。何それ、どこ。こ、ここ、ここここかな。だ、大丈夫かお前。大丈夫かお前。え、それ一番上にやんのかな。そこかな。だと思うよ。一番上にね、あったよ。オッケーオッケー、持ってくわ。これっぽいの。みんな持ってって。これもない。はいはい、持ってく持ってく。あ、これか。あったあった。はい。うわ、すっご。私もあったよ。ナイス。全然足りねえじゃん。じゃあ、あ、部品出てきたって。本当だ。待って、屋上にある。屋上に。あった。あれか。ほれ。いった。サード、早く。しょうがないな。よいしょっと。よし。え、まだあんの、どっかに。まだ足りないよ。もう一個拾った、もう一個拾った。早く持ってこいよ。痛い。なんだよお前。痛い。痛い。痛い痛い痛い。やばいやばいやばい。え、超えた。もうまだいる、まだいる。ある。まだどっかにあるみたい。なんでお使い。なんか雷さ、強なってきてない。ねえ、どんどん強くなってきてるよ。このままじゃすぐやられちゃうよ。見つからん。見つけてしまった。あった。あった。でも危険だから行くのやめようかな。どこ。この奥。嘘やん、そこ行けんの。だって中にあるよ。わ、よし、行ける行けるんじゃない。いで、飛来神の上から飛んでけば。あ、なるほど。はい、よしよし。あ、無理だ。どこにあったの。ん、そこ中だよ。あ、本当だ、あった。拾った。ナイスナイス、拾って拾った。早く持ってこい。持ってこい持ってけ。ナイスかい、あるいだみんな。でもこれでもまだ全然足りないでしょ。いや、足りるんじゃない。いただだだだ、来い。あ、あと1個ぐらい足りない。また新しく出てきたって。あ、さっきのとこ、さっきのとこだ。さっきんとこってどこだよ。ここやん、ここにあるやん。ありますやん、ほら。ほんとだ。え、待って、こっち側にもあるよ、まだ。早く、早く持ってきて。持ってく持ってく。ねえ、もうオカルトじゃないやん。大事件だよ、これ。痛い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 、やばい、雷。やー、助けろ。あの、こっちこっち。え、ゆんちゃん、こっちにあるよ。あ、それもいいわって、それも。そこにもあるみたい。よし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 。ナイス。ほむら、働いてる、ちゃんと。全然見つけらんない。痛いけど、よし。え、ゆんちゃん、雷が痛いよ。ゆんちゃんがいなくなったから俺が代わりに行ってやろう。よし、行ったぞ。熱い。ナイスナイス。熱い。これで全部なんじゃない。よし、小村君頑張れ。もう一回ぐらいありそうだけどな、これ。よし、結構高いよ。設置、ほら。まだあんだよ。まだあんの。あ、あんなとこにあった。見つけた見つけた。あった。どお前、見つけんの。はいよ小村。なに、見つけんの遅。全然ないんだもん。あるって。あ、あったあった、ここだ。細いなこれ。ほいほい、よし、取れた。全員取ったんじゃない。ほいやっさ、これで全部じゃない。設置しますぜ。痛い痛い。ほいやっさ、痛い痛い。ちょっと炎の分も置いちゃうよ。オッケー、よし行くぞ。ハッカー設置。来たんじゃない。おお、取れた。おお、来たか。あれ、え、いや、そんな倒す系じゃないよねこれ。だってやった やったか。やってない、やってやったとか言わないの。あ、終わったんじゃない。やってんだお前。もう危なくないね。ありがとう、俺あげる。あ、七不思議流しに入れたよ、もらった。最初から渡せよそれ。遊んでる場合じゃねえってマジで。ゆうちゃん持ってて。ありがとう。
うん、これで2つ目だね。あ、渡せない。みんな一人ずつ持っとけってことだよ。選ばれし者しかもらえないのかな。捨てられない呪物だろそれ。違うよ、お前選ばれし者じゃないからだよ。あ、わかったわかった。でか早くこっから出してもらっていいですか。